PDP-6 を操作するゴードンベルトアランコ、トック PDP-6 は、1963年にデジタルエクイップメントコーポレーションが開発した PDP シリーズコンピュータの1モデル。後に開発された PDP-10 の原型であり、両者の命令セットは、ほぼ同じである。PDP-6 は DEC 発の大型機である。IBM、ハネワル、 ゼネラルエレクトリックなどの当時の大型汎用機で一般的な36ビットワードを採用していた。アドレス指定は初期の DEG のマシンと同一の18ビットで、主記憶容量は最大 256K ワードである。メモリには次期コアメモリが使用され、32,768ワードのメモリを搭載するのが一般的であった。命令セットアーキテクチャは 1&A、ハーフアドレスに分類される。命令のオペランドには一つの完全な18ビットアドレスと4ビットのアドレスがあり、後者はメモリの0番地から15番地までを指して、そこをアキュレータとして使用する。また、さらに別の4ビットのフィールドで、同じメモリ上の AC 群の一つをインデックスレジスタとして指定できる。ほとんどの PDP-6 システムは、 オプションのタイプ162高速メモリを装備しており、これはトランジスタによるフリップフロップで構成された16ワード分のメモリである。次期コアメモリの先頭16ワードを4倍の速度で動作する高速メモリで置き換えることができる。PDP-6 の6205基板は大型で1ビット分の回路を構成している。88個のトランジスタを搭載し、 両面基板で18ピンのコネクタと22ピンのコネクタがそれぞれ両端にある。このような形状であるため保守作業が非常に難しかった。また、電源を切っただけで6205基板が故障するということがたびたびあった。この苦い経験から PDP-10 の初期モデルのカ10と KI10 では小さい基板だけで構成するよう設計された。 大型の基板を再度使うようになったのは、キロリットル10以降となる。PDP-6 では、二つの機能によって、タイムシェアリングシステムをサポートしていた。一つは、ステータスビットによる動作モードの選択機能、もう一つは、リロケーション、プロテクションレジスタによって、ユーザーアドレス空間を主記憶装置の一部領域に制限する機能である。主に使用された、 オペレーティングシステムは、後にトップス -10 となる OS の初期のバージョンでソースコードが付属していたためサイトによってはカスタマイズして使用していた。MIT の ITS オペレーティングシステムも PDP-6 上で開発が始まったものである。PDP-6 はデュアルデックテイプを4台搭載することによりディスクドライブがなくてもタイムシェアリング機能を利用でき、 4から6人のユーザーによる同時利用に耐えた。同じシステムで、プロにディスクドライブが1台あれば、20から39人が楽に、同時利用できる真のタイムシェアリングを使えた。PDP-6 は23台しか販売されず、あらゆる DC マシンの中でも最も少ない。複雑で高価であり、顧客のサイトでインストールして使用できるようにするのも大変だった。加えて、 販売部門としても PDP-6 を売りにくい事情があった。PDP-6 が市場に出て間もなく、d e c は小型機市場に専念するために36ビット市場からは撤退するとしていたのである。その後 d e c が新たな36ビット機を計画しているとの噂が広まり、後にそれが PDP-10 としてリリースされることとなった。 DEC 経営陣は PDP-6 の販売先が大学などの技術的リーダーであったことからこのシステムに価値があると考えた科学技術分野への進出の足場にもなり最先端のユーザーから技術動向を知ることもでき DEC のマシンに親しんだ新たな従業員候補が育つといった利点があったのであるスタンフォード大学の、PD、p d p 六は 稼働状態で1984年12月にボストンコンピューテ博物館に寄贈された。その所蔵品の大部分はカリフォルニア州マウンテンビューのコンピューテ博物館に移送されたが PDP-6 は現在では残っていない。コンピュータ歴史博物館にはタイプ162高速メモリが残されている。完全な形の PDP-6 は現存しない。 ありがとうございます。